どうも皆さん、おはようございます。今回ですね、武士の魂シリーズっていうのが来まして、あるね、こういうイベント3回目か、確か1回目がクリスマス、2回目がハロウィン、そして3回目になぜか、季節関係ない武士。3回目に全く季節関係ない武士。クリスマス、ハロウィン、武士。3回目なんか全く関係ないし、季節。で、なんすけど、これね、前回にもコメント欄であったんですけど、ログインで回せますよ。なんか、ログイン報酬だけで回せますよっていうので、これですね、このね、ガチャチケットみたいなやつですね。これをなんかミッションとか、ログイン報酬で集めれる。あとはこういういいね数ですね。いいね数とかで、このチケットがもらえて、で、このドローが回せますよって感じ。なんで一応無課金税でも入手できるっちゃ入手できるのか。ログイン報酬でね。一応ね、今回自分レッドシャドウですね。ASM テーマ持ってるんですけど、この3つ持ってないんですよね。まあ自分が狙うのはこの CX9 と M13 かなって感じ。XPR に関しては、ちょっと武器的に原価強であれば微妙ですし、ASM テーマ持ってるし。まあ CX9 と M13 目指し回していきましょうか。一応これ最初の10連目が 0CP なのは多分 ASM テーマ持ってるからなんよ。まあ、正直、レジェンド迷彩以外どうでもええ。はい、なんかバトロアセット。はい、持ってるやつばっかり。ってかさ、これなんかテンペストの迷彩ない？ちょっとこれ嬉しい。オペレータースキルの迷彩は普通に嬉しいわ。はい、全部持ってるやつ。一応これね、ドロー75回でレジェンド武器を確率に獲得。まあ、75回回したら、必ずこの4つのどれかは入手できますよって感じ。一応これ確率アップ M13 にしよっか。まあ、さすがにこうやろ、まだ。さすが2、全部持ってるし。レジェンド迷彩、出てこいや。金欠いっちゃうよでも俺さ、こっから、どうするよ、男亀。こっから回す。俺正直 CX9 のレジェンド迷彩持ってるんですよね。ちょっと亀、弱っちいなとか、ミミっちいなとか言われるかもしれんけど、いや、ダンボール生活したくないから、俺はちょっとここら辺で、終わる。まあ一応ね、今 CP2 倍イベントとか来てるから、全然回してもいいかも。これでもさ、なんかこの丸い部分、このマガジンとかの下についてるこの丸いやつはなんだ、これ剥がしたいねんけど。絶対邪魔やろ。ごめんごめん、CX9 欲しいわ。 CX9 は攻め、お前、XPR はどうでもいいから、ちょっと、ほんまにあるか。ちょっとこれ確率アップやっといて、これで、ね、出るはず。普段の行い。普段の行い。神に愛されてる。今回、すまん。幸運です。幸運。ちょっとこれ待って。俺、今何 CP でこれ済んだ？なんかさ、俺、ちょっと待って。8000 CP ぐらい。だって75連って要は、ね、だって8000 CP ぐらいでしょ？大体ね。8000 CP で、なんと2つ出ました。8000 CP で2つ出た。いや、俺の計算が間違ってたら申し訳ない。まあコメントの上またね、突っ込むなり、結論なり突っ込むなりしてほしいんですけど、8000 CP これさ、俺80連、そう、80年やんな。75連で、M13 が出て、で、なんか5連ぐらいで、ね、この10連で、まあ約90連か80連ぐらいで、CX9 と M13 の神迷彩が入手できました。しかもこれね、編集してる時に TL とかちょろっと見てみたら X ね、なんか、アロノゼとかも CX9 無料で当たったとか、なんかね、見ててもこれ X で、あ、ほら、無料で当たった報酬、ほら見てこれ、20連で当たりましたとか、なんか今回確率高いんかな。なんかすごいね、無料で当たりました報告多いんよな。これどう？ほら。おい、ほらほらほら、無料カード一発目で出てしまった。これちょっと待って、タイトルにさ、無料で手に入るって書いていいですか？なんかほら、ほとんどの人無料で当たってない？しかも、なんとプレステージ迷彩がアンロックできました。今回のドロー、ちょっと待って。俺さ、8000 CP で3つレジェンド迷彩入手できてない。悪魔的だー、たまらん。まあ、正直 CX9 はかっこよすぎるわ。トーナメント別はつけときます。一応 M13 のアイアンサイトがこんな感じですよと。カブト。なんかさ、ちょっと待って。音軽くない？こんなもん。いや、なんか、ごめん。まあ、ミシックでいいわ。ミシックでいいけど、まあ、ありがとうございます。もらってきますわ。そして、俺が一番期待してるのは CX9 ね。あー、これ待って。ミシックより好きかも。
まあ、アイアンサイトに関しては間違いなくミシクより見やすい。いやごめん、ミシク声を嘘ついた。全然 3D のアイアンサイトはええ、このミシクの CX9 のも全然見やすかったです。でもおそらくかっこよさで言ったらやっぱヤマト魂だよな。こっちの方が俺には輝いてみるぜ。一回この M1 さんの方を味見させてもらっていいですか。あ、ちょっと味見で思い出したわ。俺ね、中学生の時爆食いしまくってたんやけど、家の お菓子とかね、晩ご飯とかね、ごめんお母さん、ちょっとその鍋に入ってるスープ味見させてっつって、家族分の全部スープ飲んで怒られました。はい、味見させてっつって全部家族分、家族4人いるんですけど、家族4人分のスープ全部飲み干して怒られました。はい、これでもさぁ、まぁ、ミシックには勝てんよな。一回どんな買うか見せて、どんな味か行くよ。なるほどね。お、さ、たまにちょっと危なくなったら、オットセイ出んのやめろ。これ、まぁ、こうやつはね、あんまり書かない方がいいよ、ほんまに。小学生でもよく習ったでしょ。そこにいる。いや、アリ俺の有村架純やぞ、これ。あっつ。あっつ。おい。下おる。どうした、坊や。怖くないからおいで。ちょっと、マインが怖い。マインだけが。ほんまに、チーレスな奴ら結構、こそくな奴らが多いからな。それ、下おら、絶対カルマしてるって。それ、LK で、ナイス。おい。ちょっと待ってよ。エイムピンピンやないかーい。ピンピンなんはチンポだけにしてくれ。対空もしちゃうよーん。一応今回プレイミサまで溜まったし、しかも今回アドバンス UAV もあるから、ちょっとアドバンスの UAV まで行きたいっていうのはある。ナイス。で、ちょっとこれ集中していいですか？敵に夢中集中なんて。ソマトミール。ソマトミールよ、ちなみに。ほんま、もう誰よ、お前。ちょっと一回これ BP 分からせなあかん。ほんまに。しかもなんで結構ええ感じに無双してんのに、全然負けてるんで。よし、毒を持って毒を制すってやつか。さすがに無理。打ち合いながら対空していくね。俺に害悪をするんだったらか覚悟しな。おい、なんかやっぱあれやな、チーレスミンこすいな。みんなこう BP 使おうとしてさ、まあ勝ちたいよね、勝ちたいよね。ビッグウェーブに乗りたいよな、お前らも。手待って、この戦力で負けるのはさすがにいかんぞ。しかも、ほんまに味方の悪口やめろ。大丈夫か？いやー、これ味方ビリリジか。頼りになりますね。いやー、これ頼りになるぞ。期待していいぞ、これは。ほんまにやめろ。プレッシャーかけることだけは得意やからな。ちょっとこれ SR あるからさ。いっちゃってる。敵もまたこれ強いんよ。もう10点差ぐらい偵察つけられてますが。この中に持ってったら、一旦やっちゃって。何やってんのお前。もう、ガン見しかしてないやんけ、お前、ほんまにな。まず、ミシック迷彩どうこうより立ち回りを磨けよ。あと、刃も磨けよ。これ、俺が強気に行くしかねえな、さすがに。おい、さすがに俺がちょっと強気に出て、一応、キリス勝負なんで、俺がぐんぐん前行って、こればっかりはキルしてあげるしかない。俺ばっかりは。SR のクソイモオナニエイムだけ怖い。あんなもん。そんなもん通用すると思うな。坊や坊や、ビビっているようだね。プルプルしないかい。ちょっとあれで変わらせてこへんってことは、もうそういうことですよ。あ、これで負けると殺しますよ。コロちゃん。殺します。ちょっと待って。これ。ならら、なららん言葉にできない。ならら、ならら、よいよって、先輩してるときに、お前毎試合先輩やろ、どうせ。ちょ、お前ほんまに攻撃的になんやめろ。マジで COD モバイル人格をねじ曲げるからな、ほんまに。多分、小室圭とか、天皇陛下でも、いきなり暴言吐き出すぞ、このゲームしてたら。なんか勝てる未来見えてきますよね。やば俺。やば俺。落ち着いて。これあるぞ。こればっかりは何も言えん。俺は M1 さんの味見をしに来ただけやから。一応 CX9 はバーストで行こうか。バーストで CX9 といえばバースト。
デトデトデトラップ CX、 しかもありがとうございます。1試合目でサミットとかいう CX 戦一番嬉しいマップ。1試合目ね、25キロやったっけ ?23 キロやったっけしたんで、ちょっと2試合目もこれ20キロいきたいな。いいな、いいな。人間っていいな。腐ったご飯にクソまずいご飯。子供の帰りを待ってるロリコン親父。僕も帰ろ。なんかこれさ、CX 祭ごめん、弱い。ちょっと待って。あれね、この武器のこと弱いって言ったら、また、いやいや、それはカメちゃんが弱いだけな。アーガス。なんか、アーガスにエロいやつだな。何しねえ。で、シュン。敵おる。ほんまに、ほんまに5人。ちょ、もう、お前、やばないこいつ。なんでいる場所わかってんの、どういうこと。おぉ、ちょっと待って。ね、なんで視界に俺が映ってないのにいきなり連射しだしたら大丈夫か。お前なんか役やってない、ほんまに。ちょっと待って、このさ、このアーガスに分からされてる。で、こっから行っても多分俺勝てないんで、絶対の2回持ってるぞ。ちょっと生きるキャラこう入れといて。はい、今のちょっとセクシーだね。誰か射精したんじゃない。ちょ、ほんまに下ネタやめとけ。え、これ。いやー、ちょっとなんかセクシーじゃない俺。今日どう、今日なんかちょっと俺光ってるよね。光るのは頭だけにしてくれ。ちょ、そうなんですよ。行く行く行く。あっ、あっ、うわっ、うわっ、うわっ、熱っ。これそう、あとソーラス9発しかないやんけ。ちょ、一回さ、アーガスしていい？これで無双したら笑う。ごめん、俺 CX 内下手すぎるわ。これさ、フロートにした方がよかったか。さては、俺ほんまにゴミじゃない。終わってないマジで。俺のプレイ、俺のプレイどうすか。皆さん点数つけてください。ふーん、なんぞ。ごめん、真面目にやるわ。まあ、一回今回味見やからね。味見一旦ちょっとタック 5B やってて、で俺のタック5より迷いすんなお前らな。あ、こういうことですよと。一回フェイント入れといて、はい、ワンバースを、ワンバースと過去3バースを一旦投げも入れといて、これ絶対1回か、絶対1回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 、1回から今回とろかしてもなんでこうへんの。ほいよ、俺がなんか恥かいたみたいやんけ。もうエロいよ。なんかちょっと上手いプレイしたらエロいっての好き。エロいよ、エロいよ。ちょっと今日の俺いけてない。うわぁよっ。うわぁ、キャラコンで押すよ。アーマーもあるよ。この試合何度か勝つぞ。ワンバースト、ワンバースト、ユエビ出して、ここもちょっとワンバーストで決めようか。一旦ちょっとこのショックRCがあるから、丁寧に行こう、丁寧に。今回のドロー俺 XPR はしないよ。XPR と ASM10 はしないけど、結論、今回のドロー、セクシーです。エモい。インスタ映えする、インスタ映えならぬ、X 映えします、これ皆さん。ツイートしましょう、これは。派遣ぶっ壊れ。多分これドッキーノさんの動画では、チートだろっていうタイトルで上がると思うわ。